日記ホールディングス株式会社は日本の建設会社エンジニアリング会社である東京証券取引所第一部上場社名は設立当時の社名である日本機発油株式会社に由来し JGC はジャパンガソリンカンパニーの略2019年10月1日日記株式会社から称号を変更し日記グループの持株会社となった エンジニアリング会社の日本採用的業。主な業務は、製品を作る製造設備を作ることである。製造設備の内訳は、石油生成プラント、石油化学、化学プラント、LNG プラント、天然ガス処理プラント等である。設立以来、世界80カ国以上、2万件に及ぶプロジェクトを遂行してきた世界有数の実績を持つ。特に、 LNG プラントでは、これまでに世界の生産量の30%以上を占めるプラントを設計、建設してきた。2000年代後半の原油高に伴うプラント建設ブームにおいては、選択受注戦略をとり、売上を減らしながら過去最高益を打ち立てた。また、ビジネス規模はそれほど大きくないが、医療や製薬関連のライフサイエンス分野でも実績がある。 2008年には東京都の精神医療センターの約15年間の施設維持管理及び運営、調達業務を行う契約を落札した。日本国内エンジニアリング会社としては初めての病院 PFI 事業となる。また、排出権取引をはじめとする環境ビジネスにも本格的に着手しつつあり、中国での水質改善事業への参加が伝えられた。さらに、 北米では日記が100%出資のオペレーターとして、石油開発事業を開始するなど、プラント以外の事業への進出も目立ちつつある。日本国内においては、日記は東洋エンジニアリング、千代ダカ港建設とともに、エンジニアリング後三夜と呼ばれたが、2020年現在、純利益及び受注残高において、日記が大きく他2社を引き離している。毎月末日には、 日本経済新聞の長官の一面に突き出し、広告を掲載している。2013年1月16日に、アルジェリア南東部のイナメナスにある日記のプラントで、イスラム武装勢力により日記の日本人スタッフを含む多数の人質牢状事件が発生した。発生当時非常に大量の情報が錯綜し、混乱に陥った。アルジェリア政府は、翌17日より、 人質救出作戦を結行し20日に終了と発表。アルジェリア政府によると人質23人犯人グループ32人が死亡したと発表した。1月24日未明までに現地にいた日本人従業員17人のうち7人の生存と10人の死亡が確認された。また外国人従業員4人が行方不明となっている。二千十九年二月五日 原発から出る廃棄物の処理技術などを研究する茨城県東茨城郡大洗町の日記技術研究所の第二研究棟の実験装置から出火した。近くの職員が消火器で消し止め、消防が沈下を確認した。現場は放射性物質を取り扱う管理区域に隣接するが放射能の漏えいや被爆はなかった。ありがとうございます。